青い阿蘇神社。青い阿蘇神社は、熊本県人吉市城、青井町にある神社。旧社格は、県社で、現在は、神社本町の別表神社。地元では親しみを込めて、青井山と称されている。本殿など五棟の建造物は国宝に指定されている。県岩尾流命とその郊神,神である阿蘇津姫命。阿蘇津姫の実、こと、両神のお子神である。 国造即亀玉神、国のみや子は闇か玉の御こと祀る。この三神は、阿蘇三社とも称される、熊本県阿蘇市の阿蘇神社の祭神十二柱中の御柱で、ある。近世までは、両部神道に基づく神仏集合が行われ、県岩尾流命は十一面観音を、阿蘇津姫命は、不動明王を、国造即亀玉神は、 微写門天を本字仏とし、神体として仏像を祀っていたが、漢文五年、1665年に唯一神道へ改めてこれを解体した。なお仏景の神像絵は、宇つつも神社に保存されている。大道元年、806年9月9日に、阿蘇神社の神主小型ゴンス大神こ元が、神託により、阿蘇神社から阿蘇三社の分礼を、東筑摩郡 青い号に祀ったのに始まると伝える。その後、天行年中、11世紀中半に再興され、研究9年、1198年に漁師として、藤原、相良長頼が当地へ下校した際にも再営して、自家の氏神として、尊数、新領二216国を寄進する、当相良家歴代の厚い数計を受け、遠徳3年、1491年の同ため続くによる、 社殿造営をはじめとする数度の社殿の造営、修造が行われた。相原氏は、八代州や熊州といった、集中と呼ばれる国人層を、家臣団として抱え、その衆議を踏まえて、両国経営を行ったが、八代日記に、永禄元年、1558年2月26日に、制定された17課情報について、同23日に、八代軍の八代州が妙剣偶、 元野津白神社で、神祭、一味神髄を行った後に条文を熊へ送ったことと、同二十八日には、熊修が、春井に、おかごって神祭をしたことが見え、この、春井は、青の御社で当神社を指し、当神社で制定前の修儀や制定後の神祭が行われたものと思われるので、相良氏にとっての当神社が信仰の対象であると、共に、 家臣団を通する存在でもあったことがわかる。近世には、青井大名神と称され、相良家二十代目にあたる長後と、寄草は、文禄の役での朝鮮出兵に際して、当神社へ戦勝を祈願し、帰国後の慶長二年、1597年に、当神社を、熊群内の神社二百五十四の僧者と定め、同六年に、大村内の伝寺一丁千歩、約四千坪を、寄進。 戦勝祈願の放災として、社殿の大造営を行うと、近世を通じて同志及び人吉藩による崇敬を受けた。なお、阿蘇神社の分霊者ではあるが、同神社の大宮寺か、阿蘇氏が南北朝の内乱期や戦国時代に、相良氏と対立することが多かったためか、阿蘇神社との関係は薄く、当神社は独自の宗教的展開を図っていたものと考えられる。明治五年。 1872年8月2号社に、列紙、昭和10年、1935年11月検車に、昇格した。私徳3年、1386年に、佐柄家7代の前来が始め、一時中断した後の、天文2年、1533年に、同16代に茂るが再興したと伝える、名越の払い。 古来創始の日である9月9日を霊祭としていたが、明治の改歴で現在は10月8日に霊祭を行い、9日には新公式を採用。それらを中心に同月3日から11日にかけての一連の祭儀をく知採唱する。まず10月3日に、この時期に吹くく知風という突風による祭り期間中の火災を防ぐ目的で鎮火祭を行う。5日に、 信仰式での死死役を定める、死死奉仕者抽選式を行うが、信仰式に奉仕する者は最悪を免れるとの、信仰が強く希望者が多いため、希望者は元旦に参拝して申し込む例であるとい。なお、死死は8頭が出るが、1頭につき3人がこれに、憤するので、都合24人が必要となる。8日早朝に菊払いと称す白菊を用いた払いを行って、 社殿や信仰式奉仕者を清め、十時半から、県平式と称する霊祭を採用。夕刻には、神楽殿、拝殿において、国の選択無形民族文化財である、熊神楽が、およそ三時間にわたって十数番奉納される。九日午前九時半から、信仰式奉仕者の払いと道中の安全を祈る。初連祭が採用され、十時半に、信仰行列が新発、地輪、 一輪となる地輪端を先頭に死死や死に与等で構成され強烈が人吉市内を練り歩き、お旅諸島で郷土民芸や演芸を演じた後に神社へ観光する。かつては、老門前の蓮水の周りだけを巡行し、一般民衆の境内立ち入りが許されていなかったために聖な神事であったというが、大正と昭和の頃、20世紀前曜頃に市街地の繁栄を願った。 人吉の人々の要望で、現在のような市内巡行となった。進行式終了後の十一日午前に、祭典の無事終了を、感謝報告する、法祭祭、法散祭を採行して、全新寺を得る。当神社の創始を果たした、大神これとを過疎とする青石が大宮寺として、歴任し、江戸時代には当地方一帯の神職を、統括するほどの存在であったが、 大正十四年、1925年に断絶した。なお、神社に隣接した青石の邸宅と庭園は、平成二十二年、2010年により、文化園として公開されている。現存の本殿、呂、平殿、拝殿の中心的社殿と呂門の、慶子棟は、人吉藩初代藩主相良町ごととその重心、相良西米の発旗により、慶長十五年。 1六百十年から同十八年にかけて造営されたものである。本殿は三軒車流れ作り銅板武器。側面と背面の山を罰型とする点や、投げ市場の小壁に銅山を設ける点などに、熊地方の社寺建築の特徴が見られる。銅は本殿と平殿を連絡する社殿で、張間一軒、桁行き一軒、霧妻作り銅板武器。左右両柱の持ち送りに、 竜の彫刻を施すが、これは南九州の近世社寺建築に影響を与えたとされる。平殿は張馬三県、桁行き五県の寄せ棟作りつまいりかやぶきで、全面は廃殿に接続する。内部外部ともに華麗な装飾が見られるが、内部小壁の装飾彫刻の図用が、柱間内で完結せずに柱を越えて繋がる手にや金具の技法に特徴があり、これは、 当時の最先端技法をいち早く取り入れたものという。以上三棟は、慶長十五年の春行。拝殿は、慶長十六年の春行で、桁行き七間、張間三間、寄せ棟作り平入り替やぶき。前面に一軒の東波拭作り同いた武器の後輩を、つける。張間三間の内手前一軒通りを吹き放しとし、その奥は、拝殿、かぐら殿、神工書の三つに仕切られ。 当地法独特の舞台装飾が施された、神楽殿では、10月8日の夕刻に、熊神楽が演じられる。慶長18年に竣工した老毛は禅宗様に、桃山洋式を取り入れた寄せ棟作りかやぶきの三軒一個八脚門。組物は書層を二手先、上層を三手先とし、柱間は自腹と抜きで固め、中状には書層、上層ともに台話を渡す。 上層四隅の隅木下に、恩陽一体の記念をはめ込む点が珍しく、これは当地報読時の人吉良式と呼ばれる。また、初層組物館の美和板には二十四高等の彫刻が施され、初層天井には死有の竜が描かれる。老門に掲げる神学は、人吉藩三代藩主相良来鷹氏が、遠方五年、1677年に奉納したもので、天台座す。 行女方神脳の記号、林春常根の裏書きがある。以上の五胸は、軒から下を黒漆塗りとしつつも、組物や、角材の面取り部分に赤漆を併用する技法や、急勾配なかやぶき屋根、壁面の角狭間や、木花等に見られる細部の衣装に中世以来の基地、熊地方独自の衣装を継承する一方で、土金を施した飾り金具等の繊細。 優美な植物文様といった桃山時代の華麗な装飾性も取り入れたものとなっている。昭和8年、1933年1月23日に国宝保存法に基づき当時の国宝、いわゆる旧国宝に指定され、同25年には文化財保護法施行に伴い重要文化財となった。同十四年の解体修理で両木から発見された胸札と名札五枚は、 昭和55年に重要文化財の付けたりとして追加指定されている。同時期に一連の建造物として統一的衣装を持って造営されたものである点や地方的様式を継承しつつ、桃山様式も取り入れて当地における社寺建築の手本となっている点、南九州地方における近世神社建築へ影響を与えた点が認められ、平成20年、 2008年6月9日付で国宝に指定された平成20年文部科学省国時代86号。これは茅吹の社寺建造物としては初の国宝指定であり、また建造物はもとより熊本県に現存する文化財としても初めての国宝指定となった経代者大宮和宮の傍らにそびえるくの木は本社神霊が 初めて鎮座した場所と伝えられる神木で、根回り18メートル、樹高19メートル、地上1メートルで2幹に分かれる。人吉地方では最大の楠スの木で昭和33年来人吉市の天然記念物に指定されている。楼門前の蓮池には、楼門天井に描かれる有志の竜が、よごとに天井から抜け出し、連れ立って水を飲みに来たという伝えがある。 2015年10月には、境内の一角に、江戸相撲力士、熊が武井之助を検証した母碑が建立された。また、熊が学井之助を忍んだ奉納相撲の土俵が作られている。熊が学は、熊本県熊群五木村平野を出身とする力士で、本名は黒木松次郎。文化4年、1807年に生まれ、幼少より恵まれた体格と、 強靭な体力で相撲に親しみ、18歳になると、熊本島川行く平野で師として入門し、遠山秀吉と称した。23歳の時、京都相撲に入り若駒親方の下でその際を磨いた。31歳の時に、江戸に行くと、比善平戸藩の大関、老手風太郎の門弟となった。その後、改名し、黒柳松次郎となる。校歌4。 1847年に入幕すると、その頭角を表し、32歳で関取となり、大関にまで昇進。熊が学伊之助と改めた後、さらなる活躍を見せ、江戸相撲を沸かせた力士の一人となった。カエロ1853年に引退すると帰京し、相良藩のお抱え力士となり、安政2年、1855年に48歳で、 亡くなるまで、相撲道場の師範として、後継者の育成に尽力した。旧家は、現在も、熊が、学の実家のあった、五木村に存在している。また、その敷地内には、熊が、学の末裔が営む民宿、ペンション黒木があり、日本各地から、多くの観光客が訪れている。経済者は稲荷神社、京森神社、宮地岳神社、大見和ぐの四神社。 古くは重要者あった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。